大分の皆さん、こんにちは。大変日差しも、今ちょっと陰ってますけど、強いですから、どうか日陰で水分をしっかりとってお聞きいただければと思います。日本共産党の小池晃です。どうかよろしくお願いをいたします。比例代表選挙、一票を争う大激戦となっています。参議院の比例代表選挙、 一票一票がすべて議席に結びつく選挙です。そして全国どこでも必勝区の選挙です。三年前は共産党は比例代表で四議席でした。もし十七万票日本中で多く出ていれば五議席になっていた。二比双平さんも国会に行っていたわけであります。十七万票というのは 一つの投票所にすると、これは四票です。一つの投票所で4票、四票共産党の票が増えていれば、五議席になっていた。逆に、一つの選投票所で、二十票少なかったらば、三議席になっていたかもしれない。まさに一票一票。そういう意味なんです。どうか皆さん、大分の隅々に、 どの投票所でも日本共産党と書いていただく人を増やしていただきたいどうかよろしくお願い申し上げますにひ総平さんは憲法こそ希望と訴えています憲法と人権に関わる法案のいつもその論戦の先頭に立ってきました大分キャノンの派遣切りの時その問題を国会で取り上げる 論戦をやりました。九州北部豪雨の際は、私も日総平さんと一緒に被災地をめぐり、そしてその声を政府にぶつけました。みんなを励ましてきた正義の熱血弁護士の議席を今度こそ比例は共産党でどうか勝ち取らせて五議席実現をしてください。よろしくお願い申し上げます。そして、 大分選挙区はビッグなビッグな山下会、論戦力は抜群です。この大分選挙区で大軍拡は反対だ、救助を守れと訴えている唯一の候補者、山下会さんで、自民党や国民民主党など、改憲勢力対山下会の戦いで、どうか皆さん勝たせてください。 非10代のアメリカ海兵隊の演習反対に、学生時代から取り組んできた山下会を、大分選挙区から国会へ送ってください。よろしくお願い申し上げます。<laughs> ウクライナの侵略で、戦争は怖い、そういう思いが広がっています。危機に乗じて自民党や維新の会は、 軍事費を2倍にしようとか、9条を変えようと言っています。岸田首相は、G7 や NATO の会合に行って、何の断りもなく大軍拡を約束をいたしました。でも、岸田さんのポケットマネーではありません。皆さんの税金ではありませんか。 お金を新たに軍事費に注ぎ込む。5兆円ってどういうお金でしょう。赤ちゃんから高齢者まで、みんなが一人、年間4万円、4人家族で16万円、新たに防衛予算のために負担をしろということになります。5兆円あれば何ができるか。老いも若きも、病院の医療費の窓口負担を全部無料にできるんです。 税金の使い方が全く間違っていると私は思います。暮らしも平和も脅かすような大軍拡を止めるそういう選挙にしようではありませんか。日本維新の会は核共有を政府に提言しました。アメリカの核兵器を日本に配備しようというんです。もはや被爆国の政党の資格は 失ったと言っていいのではないでしょうか世界では核兵器をなくそうと大きなうねりが起こっています核兵器禁止条約の最初の会議が開かれましたところがそこに日本の政府がいないんです唯一の被爆国の日本こそ核兵器を世界からなくせ先頭に立つべきではないでしょうか お父様を広島で被爆された経験を持っている山下海さんを核兵器廃絶を一貫して訴えてきた共産党で核なき世界をこの意思を示そうではありませんかそれではどうやって日本の平和を守るのかロシアの侵略中国の尖閣諸島領海侵犯北朝鮮のミサイル 断じて許すことはできません。でもこれに軍事で向かっていったら、ますます危険になるだけです。今、東南アジアでは、二度と再び戦争はしない、友好協力条約を結び、それを東アジアに広げようと、東アジアサミットを開催しています。アメリカも中国も日本も韓国もロシアも、 政府がここには参加しているんです。土台はあるんです。ならば、憲法9条を持っているこの国こそ、平和な東アジアを作る、先頭に立つべきではないでしょうか。私は、テレビ討論に出る機会が多いんですが、もう自民党から出る人はみんな、攻められたらどうする、攻めてきたらどうする、そればっかり言っている。でも、 政治の仕事というのは戦争をさせないことではないでしょうか選手防衛の志を持ち災害救助に頑張っている自衛隊員を戦場に絶対送らないというのが政治家の仕事ではないでしょうか皆さん戦争というのは政治の失敗の結果なんです。戦争を止める。 これが政治家の仕事なんです軍事対軍事の悪循環に政治が乗っててどうするんですか誰も幸せにはなりません危険な戦争に向かうだけではありませんか軍事対軍事の大合唱を止めようではありませんかこの選挙が終わり12年の間に 救助を変える手続きを始めると自民党の茂木幹事長は言いました。ならば今度の選挙は、戦争しない国を守るのか、戦争する国に変えるのか、このことが正面から問われる選挙となりました。どうか皆さん、比例は共産党、大分選挙区は山下会、 戦争を止める選挙にしようではありませんか物価が上がって暮らしは大変です岸田さんはウクライナのせいだせいだと言いますがそれだけではありません日本銀行の異次元の金融緩和による円安これが原因なのに日銀の黒田総裁は 家計は物価値上げを受け入れていると言いました。皆さん受け入れてますか耐えに耐えに耐え抜いてるんじゃないでしょうか物価対策、特効薬ははっきりしています。消費税の減税、そして本気の賃上げではないでしょうか岸田さんは 消費税減税しようと言うと、社会保障の財源だからできませんと言うんです。もういい加減にしていただきたい。医療も年金も介護も、消費税が始まってからどんどん悪くなってるじゃないですか。消費税は、社会保障のためではない。大金持ちと大企業の減税の穴埋めに使われたんです。 自民党の茂木幹事長は、消費税を減税したらば、年金3割カットしなきゃいけないと、パワハラまがいの恫喝発言をしました。しかし、消費税減税していないのに、もう年金カット始めてるじゃないですか。軍事費を2倍にするときは、財源の座の字も言わないくせに、 消費税減税というと財源財源。あまりに身勝手で無責任ではないでしょうか。大企業と大金持ちの減税やめれば、消費税は減税できる。この道を進もうではありませんか。世界九十一カ国で消費税の減税やっているのは、これが一番的確な対策だからです。 自民党にやる気がないなら、選挙の結果で決着をつけようではありませんか。消費税減税の願い、比例は共産党に、大分選挙区は山下会議と広げてください。よろしくお願い申し上げます。そして、政治の責任で賃金が上がる国にいたしましょう。 日本経団連にお願いしてるだけじゃだめなんです。皆さん、ドイツでは、10月から最低賃金、時給1683円です。年金も5%上げるんです。賃金が上がるから年金も上げるって言うんです。こういうのを成長と分配の好循環というのではないでしょうか。 皆さん、日本でも最低賃金、中小企業を思い切って支援して、世界の常識時給1500円、これを実現しなければいけないと思います。でも中小企業は大変だ。だから共産党は財源もお示しをしております。これは私が予算委員会で使ったパネルですが、アベノミクスの8年間で、 大企業のため込み金内部留保は133兆円も増えています。岸田さんは、成長の果実を賃上げにというけれども、果実はたわわに実っている、大豊作ではありませんかこのため込み金、全部とは言いません。大企業が賃上げしたら、それは除外しましょう。環境対策に投資をしたら、 それも外しましょう残った部分に2%税金かければ5年で10兆円の財源になりますこの10兆円を全部中小企業支援に使えば最低賃金1500円に上げられるという提案です中小企業の賃上げになります大企業の賃上げにもつながります設備投資でグリーン投資気候危機対策になります 税の歪みも正します。どこから見ても問題のない政策だと私たち思う。でも岸田さんは、二重課税になるから慎重にしたいと言うんです。でも二重課税というのであれば、所得税を取られた上に、物買うごとに消費税取られる方が、よっぽどひどい二重課税ではないでしょうか。そして物価が上がっているときに、 なんで年金下げるんですか物価が上がってるときに、なんで75歳以上の医療費を10月から2倍にするんですか江戸時代の悪大官だって、こんな悪どいことはしないと私は思います。75歳になったら、おめでとうございます。今日から医療は無料にします。このくらいのことを言うのが政治の仕事ではありませんか 年金というのは、高齢者の暮らしを支えるだけではないんです。大分県の民間消費支出の19.9%、ほぼ2割は年金が支えています。大分の商店街の売り上げの2割は年金が支えています。物価が上がっているときにその年金下げたらば、商店街ますます元気がなくなり、 地域経済は冷え込み、現役世代の賃金は下がり、また年金が下がる、悪循環ではないでしょうか。自民党が作った仕組み、物価が上がっているのに年金は下がる、こんな仕組みを作ったのが間違いなんです。この仕組みを変えて、物価が上がっているときに年金下がるような、そんな年金制度ではなく、 減らない年金に変えていくことが政治の責任ではないでしょうか。教育費の負担も高すぎます。国立大学の学費が年間54万円。私立は93万円。高すぎる学費はゼロに。まずは半額にしましょう。入学しないのに取られる入学金なんておかしいですから。これもやめさせましょう。 憲法二十六条で義務教育は無償となってるんだから学校給食は無償にしましょう。軍事費を世界第三位にするなんてことをやめて先進国最低の教育費をせめて世界の平均レベルにすれば私が今言ったことは全部できる。これこそ日本の将来を支える政治ではないでしょうか。 そして農業、米価が採算ラインを大幅に割り込んでいる、なのになんで77万トンも外国から米を買うのか、米作って飯が食えないなんておかしいではありませんか、添削に応じた農家に出してきた水田活用交付金、なんで削減をするのか。 添削しろ添削しろと農家に言いながらいきなり田んぼに水を張れっていうのはあまりにも不条理ではないですか自民党はこの国を守れというならばこの国の食と文化と大地を支えてきた農林漁業を応援することこそ政治の大きな責任ではないでしょうか食料自給率が低い上 エネルギーも外国頼み、これが今の電力逼迫を生み出しています。エネルギーの外国頼みは危険です。でも原発頼みはもっと危険です。自民党、公明党、維新の会、国民民主党は、エネルギーの安定のために原発の再稼働をなどと言っています。しかしか 東京電力福島第一原発の事故はまだ収束していません。福島の苦しみはいまだに癒えておりません。こんな時に原発再稼働を言うなど政治の資格はないと私は言いたいと思います。大分も海を隔てて、伊かた原発がある。再稼働を止め、そして廃炉にするのが未来への道ではないでしょうか。 100%国産の再生可能エネルギーを環境に十分配慮して進める大分のような地熱発電の潜在力の大きい地域は大きな可能性があると私は思います。皆さんこれをやっていけば新たに254万人の雇用を生み出すことができる地産地消の 地域分散の安定したエネルギーが供給できる。皆さん、この道で地球の未来と若者の未来を守ろうではありませんかそしてジェンダーの平等をあらゆる分野で貫きましょう。ジェンダー不平等の根底にあるのが男女の賃金格差です。年収にして240万円。 障害賃金が1億円も違います。共産党はこの問題を繰り返し取り上げてきて、ついに政府も大企業に男女の賃金格差を開示させることを決めました。皆さんの運動と国会の論戦で政治を動かしたということをご報告したいと思います。共産党はこうして一つ一つの課題を 解決することを通じて、日本を給料が上がる国にする、中小企業がまともに仕事できる国にする、農業を本気で応援する政治に変えてこのことで日本の成長を実現したいと思っています。岸田さんは、成長から分配へ、成長から分配へとずっと言ってきたけれども、いつまで経っても分配しない。順序が違うんです。 共産党は分配を徹底的にやって成長につなげる。困っている人を支えてこそきちんと成長する経済になる。逆転の成長戦略でこの国を変えていきたいと私たちは思ってるんです。だいたい岸田さんはもう最近分配なんて言わなくなった。大金持ち優遇の金融所得課税の見直しもいつの間にか言わなくなりました。 令和の所得倍増は資産所得倍増と言い方が変わりました。貯蓄から投資へというけれども、皆さん、株式投資に回すような貯金などありますかそんなことはできないというのが皆さんの思いではないでしょうか。なんでこうなのか。岸田さんだって最初は分配重視って言ってたから、私も1ミリぐらいは期待をしたんです。 でもブレちゃう。切り込めない。結局財界にものが言えないんです。大企業からお金もらってるから、大企業の儲けに切り込むことができない。皆さんならば、財界から一切お金を受け取っていない共産党に、この国の経済を立て直す、皆さんの暮らしを支える政治、どうか実現をさせてください。よろしくお願い申し上げます。 私、最後に政府が若年層に対する性暴力被害の実態調査結果発表したので、一言触れたいと思います。実は昨年の10月、参議院の本会議で私、この問題を取り上げました。岸田首相に痴漢の問題を大事な政治問題として捉えて実態調査やるべきではないかと言った。岸田首相も初めて調査を約束して、 先日結果が公表されました。大変深刻な中身だと思います。回答された方の約4人に1人が、痴漢も含む何らかの性暴力以外にあっている。そして多くの方が、誰にも相談できずに、深い心の傷を抱えて生きているとお答えになっています。道を歩く、電車に乗る、 何気ない日々の生活が常に性暴力の危険にさらされている。こういうことを放置することは私は許されないと思います。日本共産党は性暴力の根絶を、痴漢ゼロを政治の大事な課題としてジェンダーの平等とともに全力で取り組んでいく決意を表明したいと思います。どうかよろしくお願いを申し上げます。さて皆さん今度の選挙は 岸田自公政権に厳しい審判を下さなければいけない選挙です。同時に、日本維新の会や国民民主党のような今の政権を支える抑産体制づくりに待ったをかける選挙にしなきゃいけないと思います。その抑産体制づくりを止める、そのためにも市民と野党のきちんとした筋の通った共闘を私たちは前に進めていきたいと思います。その何よりもの力は 日本共産党を今度の参議院選挙で伸ばしていただくことなんです。どうかそのためにお力を貸していただきたいと心から心から皆さんに訴えます。どうかよろしくお願いを申し上げます。今年は共産党創立100年の年です。もうすぐ7月15日に共産党の創立記念日を迎えます。私たちはこの100年に 自由と平和を貫いた100年だとポスターも作らせていただきました。ここで自由に込めた思い、お話ししたいと思います。皆さん、日々の暮らしで自由を感じながら生きてらっしゃいますでしょうかお金の心配なく学ぶ自由がこの国にあるでしょうか ?8 時間働けば普通に暮らせる自由がこの国にあるでしょうか 安心して子育てできる自由が、安心して老後の生活をくれるそういう自由が、この国にあるでしょうか。様々な性の方を好きになり結婚する自由が、この国にあるでしょうか。結婚した後も、同じ名字を名乗り続ける、世界では当たり前の自由が、この国にあるでしょうか。私たちは、この国にはあまりにも自由がない。 そして、その自由を根こそぎ奪ってしまうのが戦争だということを、今のウクライナが示していると思います。共産党は、党を作って100年間、自由と平和をこの国にと貫き通してきた政党です。戦前、戦後、名前を変えずに活動してきたのが共産党です。他の政党は皆、1940年、 大政翼産会に合流をし、戦争協力していった。だから、戦争の後で、同じ名前で出てくることができなかったんです。共産党は、あの戦争に命を懸けて反対貫いた政党だから、戦前戦後同じ名前で活動を続けることができているんです。皆さん、今日本の国会で再び、右へ右へ、 軍事軍事の大合唱で、抑散体制が作られつつあることを、私たちは大変危惧をしています。だからこそ、この逆流に立ち向かい、筋を通して頑張る共産党を、何としてもこの参議院選挙、皆さんのお力で伸ばしていただきたいと、心から、心から訴えます。今日はたくさんの方に 足を止めていいただき本当にありがとうございます最後に皆さんにお願いをしたいと思います。期日前投票が始まっていますので、どうか今日はこのままお家に帰るのではなくて、期日前投票所で一票投じていただけないでしょうか、もう行ったよという声がありました、ありがとうございました。1枚目の投票用紙は、大分選挙区、皆さん、山下会、山下会。 一枚目の投票用紙には、山下海と、どうか書いて投票してください。二枚目の投票用紙は、比例代表選挙です。政党の名前を書いていただく選挙です。日本共産党、あるいは共産党と、どうか書いていただきたいと思います。今日この会場にいらした方、足を止めていただいた方は、仁比総平さんのお話を、 聞いていいたただきましたいやー、2さんいいな、2さん国会に絶対必要だな、皆さん思ったんじゃないですか。ならば皆さん、参議院は候補者名で投票しても有効ですから、2匹総平と書いていただいても結構ですから、どうか2枚目の投票用紙は、共産党、あるいは2匹総平と書いてください。共産党を伸ばして 自由を、民主主義を、平和を、暮らしを守りましょう、戦争を止めましょう、ありがとうございました。